この後は安藤美希、逆転の表彰台を目指します。1年前のフリースケーティング、朝の公式練習で左足を痛め、フリーの演技途中での涙の棄権となりました。今回はショートプログラム4位から逆転の表彰台を狙います。悔しさと未練を断ち切る4分間。フリースケーティング交響曲第3番オルガンサンサーンス。トリプルループダブルループ、いい入りを見せました。この後ダブルアクセルと3回転のコンビネーション。ダブルアクセル、トリプルトーループ、落ち着いていますね。ジャンプの質も非常に高いです。トリプルサルコ、高さがありますね。安藤演技に集中している。よく入り込んでいっている、その表現の仕方もこのスパイラルシークエンス見えますね。非常にいいです。トリプルループ、トリプルルッツ、高さがあります。中盤過ぎてここまでノーミス。トリプルトーループダブルループダブルループ、この3連続決まったの大きいですよ。モロゾフはフェンスを抱えてダブルアクセル、この安藤の健闘にエールを送っている。そしてトリノオリンピックからの3年間の思いをぎっしりとストレートライン、スピンのコンビネーションに詰め込みました。
安藤美希がやってくれました。いや荒川さん、はい、いや決めてくれましたね。そうですね、あのジャンプにミスがなかったことはもちろん素晴らしかったんですけれども、はい、それ以上に滑りが全体的に本当にスピードが最後まで落ちずに、シーズン序盤から考えたらもう比べ物にならないほどよく滑っていましたね、はい、ですのでこういった面でも点数に加わってくると思いますので、これはあの非常にあの期待したいなというふうに思います。いやキムヨナの前にまず注目してよという2007年のここは世界女王貫禄を見せました。いやそして荒川さんね、はい、荒川さんも、まあ、長野オリンピックからトリノ、その間に世界女王の経験もありました。安藤美希の悩みというのも十分知っていることと思いますけれども、はい、そうですね、やはりあの気持ちのモチベーションというのがもうずっと続けていくことが難しいんですけれども、それでもここまでよく自分の気持ちをコントロールすることを身につけてきたなというふうに思いますね。さあそして八木沼さん、はい、点数が楽しみです。いやもう本当にそうですね、もう途中からもう見ているこちらももう鳥肌が立つぐらいに、はい、私たちも曲に入り込んで安藤選手見入ってしまいましたからね。さあそしてキムヨナ、いやその前に場内は大きな興奮に包まれました。この空気の中でどんな滑りを見せるのか。安藤美希の点数が出ます。額の汗を拭った。そして点数が出る。フリースケーティング 126.26。シーズンベストがついてショートプログラム4位の点数が加わります。 190.38。 ジョアニー・ノシェットに次いで安藤美希2位です。3つが8点台、すごい。